島金の最近埼玉。おはようございます。今回主催で特定非営利活動法人アイサイト埼玉というところで代表を接待ってます島垣でございます。今日は15時頃までの予定でございますが、よろしくお願いいたします。で、今日は視覚障害の方、あとそして聴覚障害も少しお持ちの方、そういう方たちがご参加いただいております。一人ではちょっと自転車乗れない方たちでもこのタンデム自転車乗れるということで、埼玉県でも昨年の7月から公道が走れるようになりました。今回地上走行会2回目でございます。3月に一度やりまして、その時もいろんな方たちご参加いただいたんですけど、これを機会にぜひ皆さんにもそのタンデムで街中を走ったりお買い物に行かれたり、いろんな形でご活用されれば本当に嬉しいなというふうに思っています。まず最初に埼玉県サイクリング協会の渡辺理事長の方から、タンデム自転車とはこんなものとか、交通法規上でちょっと気をつけていただくようなこと、その辺のお話をしていただきたいと思います。じゃあ理事長、すいません、よろしくお願いします。おはようございます。サイクリング協会理事長をしております渡辺と申します。今回で2回目ということで、アイサイト埼玉のタンデム試乗会ということでですね、お手伝いさせていただきます。で、今日スタッフ私以外に3名いらっしゃるので、その人たちと一緒にコースを走ったり、いろいろなアドバイスをしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、まずパイロットの心、前で運転する方のまず注意ですけど、タンデム車の特性を理解する、長さが長い、それから重たい、2人分の重量を支えるためにはどうしても重たい自転車になってしまうという形で、それを理解してもらう。コパイロットの方は発進加速減速というのは全く分かりませんから、必ず声をかけるということですね。スタートしますよ、止まりますよ、降りますよ、それから左に曲がりますよ、右に曲がりますよ、必ず声をかけて、やっぱりこれ大事なことなんですね。特に砂利道ですよとか、道路状況っていうのはパイロットの方は必ずコパイロットに伝えるということが、コミュニケーションを取らないと事故になる可能性がある。自転車工房井上の井上と申します。タンデム自転車に関しては去年の7月から解禁になりましたけれども、埼玉県で大体去年が48万台売れておるんですけども、10台あるかないかぐらいしか売れていません。まだまだ市場にはほとんど出回ってない自転車です。普段皆さん乗ったことがない自転車なので、分からない時は遠慮なくお声掛けください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。私実はもう1年ぐらい乗ってて、一番思うのは足気をつけてください。前のパイロットの人の足を踏んじゃうみたいなことがあったりとか、そういう時慌てないで、自転車足ついてれば倒れませんので、特に足をどっかにですねぶつけたり引っ掛けたりっていうのがどうしてもやっぱ見えないとあるので、そこはやっぱ当事者として足だけはちょっと気をつけていただきたいし、パイロットの方も特にその視覚障害の方に関しては足元をよく見てやってください。脇に段差があったりとか、意外とこう気づかないでそこに足引っ掛けちゃったりとか、ぶつけちゃったりとかもあるので、ぜひその点だけお願いします。皆さんも早速も乗りたいと思いますので、場所を移動しまして自転車に乗っていただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんお集まりになりましたでしょうか。タンデム自転車5台ございます。ヘルメットは皆さんかぶりました。お近くにある自転車、パイロットの方手を添えながらちょっと説明していただいていいですか。前のパイロットの方が先に乗っちゃいますと、後ろの方がちゃんと乗ってるのかどうかが見えないと思います。視覚障害の方が後ろに乗るときは、私は後ろが最初に乗って、パイロットの方はちゃんと後ろが乗ったっていうことを確認してから前の人が乗った方が私はいいと思います。それからこの障害者センターの周りをぐるっと回ります。これから車が通りますよ。最初のパイロットの方がサイクリング協会の人と一緒に走ってもらえる。で、コースを一回熟知してからパイロットが前に行く。頑張ってください。行きなー。はい。右。左。右。左。結構。結構。はい。大丈夫ですか？はい。右。左。右。左。こんな感じで。はい。はい。今パイロットの方が下見をしていただいて一周ぐるっと回ってきますので、はい、じゃあ行きます。はい、じゃあ行きます。左、右、左、右、早いっすよこれ。はい、じゃあどうぞ、いってらっしゃい、お気をつけて。はい、はい、はい、右から行きましょう。はい、はい、じゃあちょっと、はい、右、左、右、右、
ありがとうございます。はい、ゆっくり止まります。はい、いってらっしゃい。お気をつけて、どうぞ。ちょっとね、つかないんで、ここです。皆さん、その年会かなんかで、それで、ちょっと、あの、置いてあるときはどういうことですか。もう、食事があったら、ちょっといいですか。でも、慣れしていいですか。慣れなくて、慣れしていい。ああ、まだ1台あるからいいんじゃないですか。大丈夫。じゃあ、行きますか。はい、行きましょう。はい、頑張ります。いいのかな。はい、持ちても右、左、右。かなり運動になった方もいらっしゃるようですので、お昼休みにしたいと思います。また1時から午後の部始めたいと思います。になりましたので始めさせてもらいますが、バイロットの方テストコースというか下見で1回乗っていただくということでございますので、あとコパイロットの方、一つ重要な任務があるんですけど、はい、音がしないような車が結構多いので、音をよく聞いて車が近づいた時はパイロットの方に車が来てませんかって言っていただいた方が、はい、市街地なんか行くと音のしない車が知らない間に後ろに来てるとか、サイクリング協会さん の方たちが要所要所立ってくださるということなので、はい、お願いします。ありがとうございます。だったら迷子にならないかね。どうぞスタートしますか。2段階右折ルート、はい、行きます。よいしょ。まずは3段階、はい、行きます。どうぞ行きます。せーの、行きます。田村さん、田村さん忘れてこないでね。はい、ちょっと長い。何でよ、気をつけて。はい、行きます。なんか高かった。今ギアはね、あ、ギアですか。あ、で向きを変えたらまた歩きます。はい、どうも。はい、お疲れ様でございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。乗り足りない方いらっしゃいませんか。外で乗っていただくのは終了いたしまして、はい、今度じゃあまた研修室の方で皆さんからご感想等を伺ってにしたいと思います。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。はい。皆さんからお一人ずつ伺っていきたいと思います。かつて自転車に乗っていた時の気持ち、あとその時の爽快感ですかね。思いっきり呼び覚ますことができました。また機会があったらチャレンジしたいなとは思っています。このタンデムによって同行移動ができたらいいなと思ってたんです。まさにそれを実感した一日でした。それが将来に実現できたらいいなと思います。午前中のコースは3回ぐらい同じところ走りましてよかったんですが、午後のコースは変わりまして、注意点がいろいろあったので難しいところもありましたが、とても良い体験になりました。ありがとうございました。私も今日ですね、初めてタンデム自転車というのを体験させてもらいまして、やはり風を切るっていうのがね、私たち視覚障害者にとってはめったにないことですよね。自分の力でこう走って風を切るっていうのはやっぱり爽快感があるというか、なかなかこう味わえるものではないっていうか、何十年以上前の記憶がちょっと蘇ったような気がします。
このタンデムが同行で認められるようにね、やっぱり視覚障害者が皆さん一致団結してなんとかこれを認めてもらえるように今後推進して頑張っていければなと思っておりますので、ご協力をいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。でタンデム乗るのも初めてで、ものすごい不安だ一日だったんですけど、いざやってみると、まあ、皆さんすごい親しく声かけてくださったりとか、タンデムの方も最初はちょっとフラフラして怖いなとか思ったんですけど、慣れてくると逆にスイスイ進めて、2人で喋りながら安全にその走行できるっていうのがこのタンデムのいいところなんじゃないかなとか思ったりしながら、今日一日楽しくしかも貴重な体験をさせていただいたと思います。今日はどうもありがとうございました。最初のあたりはバランスですね、呼吸が合わないみたいな感じが、やってると合ってくるものなんですね。やっぱりやってみてね、初めて分かるっていうことと、視覚障害になってから自分の体で舵を切るってことはまずほとんどないのの快感ですね。55年ぶりで自転車漕ぎましてですね、とてもいい気分に浸ることができました。今後ね、視覚障害者のねタンデムという名の走行もガイドさんの関連もご協力いただけるような形で、まず安全が第一ということの前提のもとに実現できるようになれば、これ素晴らしいものかなと思っております。今日は貴重な体験どうもありがとうございました。今日は初めてタンデム自転車に乗ったんですけど、すごい楽しかったです。またこういう体験とかあったら娘と2人で自転車乗るのが初めてで、楽しい体験できたと思います。今後もこういう体験できたら参加したいと思っています。ありがとうございました。今日はあの僕のパートナーはなんと聴覚障害者のペアだったんですが、全然あの不安なく、僕が耳で後ろから車が来てるよとか、で龍馬くんがパイロットで前から車が来てるよ、人がいるよ、止まるよとか、ちょうどいい感じでコミュニケーションを取りながらとても良かったと思います。もちろんガイドさんが自転車を運転できるようになってほしいって私も願ってますが、僕たちがあのちゃんとルールを守って怪我などを起こして反対層が増えないように、その辺やっぱり注意して、僕らはまだあの先駆けだと思うので、基本をね今のうちみんなに教えられるぐらいちゃんとしっかり覚えて、今日もあの僕は右側をついつい癖で歩いてしまったり注意されたり、あのとても大事だと思います。皆様お疲れ様でした。未経験のことでしたので、まあ分からないこととかたくさんありましたが、いざ乗ってみると楽しくコミュニケーション取りながら乗ることができるなと思って、とても楽しかったです。6年前ほどまで自転車は自分でも漕いでいたんですけども、それ以降6年ぶりぐらいかな自転車に乗ったのは、やっぱり風をこう散るっていう感じ、本当に今日は参加させてもらってありがとうございました。なかなか自転車の機会ってなかったんですけれども、おかげさまで私自身も今日は楽しませていただくことができました。やはり同行援護でタンデム自転車が OK になると、かなり行動範囲というかそういうのも広がってくるんではないかなというふうな印象がありました。やっぱりこう自転車乗って風を切って走るってことも楽しいですし、ストレスの解消にもなりますので、いいのかなというふうには思いました。今日は本当どうもありがとうございました。やはり私は同行援護従事者としての観点でこう走りながら考えていくと、視覚障害者の方に向けていろんな情報を伝えるのが仕事の方で、そういうことを意識しながら今日はタンデム自転車乗ったんですけども、やっぱり思ったのが、会話も楽しみながら景色も楽しみながら、まあ、いろんな楽しみを感じることができました。これは本当に高校援護で認められるべきことだと思うので、いろんなね活動はしていく必要はあるかもしれないですけど、ぜひそういったことも高校援護でできればすごくいいなと改めて感じました。また機会があった時にはぜひ参加しますので、その時はまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。実は私ですね、埼玉県の地球温暖化防止対策推進をやっておりまして、二酸化炭素を出さない業種だということの一つにですね、自転車というのがあるんですね。しかもタンデム自転車であればより効率的に移動ができるというのがありますので、今日ちょっと参加させていただきました。で皆さんと一緒に楽しくねできたことをちょっと嬉しく思ってます。まあ、これからも安全で安心して、ね、乗れるタンデムサイクリングを続けていければいいなと思っています。どうもありがとうございました。皆さんの方の感想をお伺いしてですね、楽しんでいただけたということを今日は実際していただけたかなというふうに思っている次第です。お疲れ様でした。
皆さんが事故なく帰ってきたことが僕は一番嬉しいです。やっぱり事故っていうのをいつも気にしてて、笑顔で帰ってきた時が本当に僕は嬉しいっていつもそう思ってるんです。タンデムのイベントがアイサイトのやつが2回、それからサイクリング協会で1回やったんですけど、皆さん本当に楽しんでいただいて本当に良かったと思います、ね、親子とか夫婦とかそういう人たちがどん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 タンデム車に乗っていけばねいいと思うし、そういう環境ができれば多分道路環境も少しずつ良くなっていくだろうし、いろんなところが改善されていくと思うんでね、だからどん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 みんな PR していただいて、タンデム楽しかった、ぜひそういうような、ね、機会を作ってくださいっていう場があった時には言ってほしいというふうに思います。皆さんの声がですね大きくなればなるほど環境が良くなっていくということで、非常に大事なことだと思いますので、今日の喜びをみんなに伝えてください。今日は本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。私自転車を売る立場の人間からして、こうやって乗っていただけることが一番私なんかも嬉しいですし、自転車というものは実を言いますとカスタマイズできます。自分の好きなようにハンドルを変えたりとかサドルを変える、あと部品を変えるということができますので、ぜひ一回乗っていただいてカスタマイズして楽しいサイクルライフにしていただければいいと思います。今日はありがとうございました。私はスマークさんと一緒にタンデム自転車に乗るようになって今年の12月で1年になります。最初スマークさんからそのお話をいただいた時には責任重大だと思ってビクビクしながら乗ってました。今でもその気持ちに変わりはなくて、駐輪場に戻ってきた時にはホッとする毎日です。皆さんがおっしゃったように会話を楽しみながら、また景色を楽しみながら乗れるようになれれば一番いいなと思うんですけど、今日はありがとうございました。皆さんありがたいご感想、そしてまたいろんなお話ありがとうございました。今回が2回目でございますんですけど、前回の時もそうだったんですけど、最初はやっぱり皆さんこうちょっとやっぱり緊張してビクビクなさってる感じだったのが、終わる頃には非常に楽しかったなというふうに笑顔になってよかったなというご感想をされてました。もうまさにそれが一番だと思いますし、せっかくこのタンデム自転車を埼玉県でも公道が走れるようになって、もう今東京だけがまあちょっと難しいみたいですけど、全国46道府県ですか、もう走れるようになってきて、いろんな形でこの場がまた広がっていけばいいなというふうに思いますし、本当にそのためには福迫さんおっしゃった通り、まずは事故がないように安全に乗るってことも非常に大事なことだと思います。本日は本当に皆さんお怪我もなく終われること、本当にほっとしております。今日どうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。